インド国立フィルムアーカイブは、インド情報、放送省のフィルムアーカイブ機関。本部は、マハーラーシュトラ州プネイに置かれており、ムンバイ、バンガロール、コルカタ、ティルバナンタプラムに支部がある。それまでは、フィルムの保管事業は、映画局と中央映画認証委員会が担当していたが、1961年に、専従機関の設立が決定し、3年後の1964年に、 情報、放送省の独立部門として設立された。設立当初は予算や人材が十分に与えられないなど省内での扱いが小さく、また映画業界のフィルムアーカイブに対する認識が希薄だったこともあり、フィルムや関連資料の収蔵が難航した。しかし、国際フィルムアーカイブ連盟への加盟後は、各国のフィルムアーカイブ機関との連携を進めて、収蔵量を増やしていった。 ファイは、インドに6カ所ある重要センターで、毎月、各週ごとに、フィルムのスクリーニングプログラムを行っており、1万本以上のフィルム、1万冊以上の書籍、1万本以上の脚本、5万点以上の写真を収蔵している。この他に実施している重要な活動として、1967年から、本部、支部で、古典的作品の月齢上映会の実施。 1968年に映画協会などの上映会用の配給ライブラリーを設置。1974年からはインド映画テレビ研究所と共同で映画鑑賞講座を開講するなど、教育、文化機関と連携した短期的、長期的な映画人材育成事業がある。また、国外の映画祭にアーカイブしている古典作品のフィルムを提供するなどの交流事業も行っている。 2015年に新たなアーカイブ事業としてナショナルフィルムヘリテージミッションを立ち上げ5年間で1000本以上の長編映画と1000本以上の短編映画のフィルム修復及びデジタルアーカイブ化する計画を発表したこの事業には各言語映画の映画視野が参加してデジタルアーカイブ化する作品の選定基準の設定及び作品の推薦を行い5年間で60億ルピーの 予算を投じることになっている。フィルムの収蔵は国立フィルムアーカイブ諮問委員会が定めた基準を満たした作品を対象としており、以下の旧基準が定められている。1955年以前に制作された全インド映画ナショナルフィルムアワード受賞作品工業的に成功した作品国外の国際映画祭やインド国際映画祭、 インド映画パノラマ部門で上映された作品インド国立映画開発公社が有志した作品著名な文学作品の本案インド映画のジャンルを代表する作品ニュース映画、ドキュメンタリー映画、短編映画国外の主要な映画制作者の作品、国外の古典的名作。ありがとうございます。